報告、炎術が帝を占勝し北上を開始しました。炎術が動いたか。相手をすれば炎章に背を向けることになるが、のさばらせても受けぬ。迅速に叩くぞ。曹操殿、ならばここは私たちも出陣しましょう。可否での運を今こそお返ししたい。それに帝を占勝する逆賊は許してはおけません。それは魅力的な提案だね。曹操殿、ここはぜひ劉備殿のお力を頼むべきかと。噂では武門で名高い孫家の当主孫策も炎術の傘下から抜けたいと考えているようです。かの者も味方につけてはいかがでしょう。よし、司祭は閣下と淳行二人に任せる。炎術討伐の手はずを整えよ。帝を占勝する炎術を討つ。全軍進め。補給部隊がなかなかつきませんね。何かあった。今俺がここを開けたら敵につけ込まれる。ここを通ったのが運の尽きだぜ。この荷は俺たちがもらった。おい、勝手に触っちゃダメ。これは私たちのものなんだから。いてて、格好の獲物を逃しちまうとは。無事だったみたいですね。よっしゃ。食いもんが足らなきゃ奪えばいいんだよ。ここにいっぱいあるじゃねえか。命あっての物種だろうが、さっさと蓄えを出しやがれ。つらかるぜ。食いもんより命の方が大事だ。行くぞ。あの目標、我らの部で制す。そこは敵にはもったいねえ。俺らがいただいちまおうぜ。しびれるぜ俺。ち、はい、負けちまったか。調味料がなければもう戦えねえ。そうだよ。皆様のおかげで食料は全て無事でした。なんとお礼を申し上げたらよいか。敵将撃ち取った。ま、俺のおかげだな。攻略目標は決まった。進め。これより彼の地に進軍する。若輩よ、我が和田地をたどれ。守りは性に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。お、あそこが敵の要所ってやつか。私がぶっ潰す。
決まった。進め、あれよ、この地は我らのもの、断じて渡さぬ。決まった、進め。敵の勢いもはや止められぬ、私は逃げるぞ。敵戦と超風上にも置けぬ、その腐った性根叩き直してやる。剣業が落ちるとはなぜこのような目に遭わねばならぬ。あ、俺のおかげだな。あの要衝を抑えた方が勝ちそうじゃの。急行せい。はい、防御体制を取るのだ。炎章殿に会い和解を取り付けねば。陽子、鬱陶しい竜輪軍は任せたぞ。しびれるぜ俺。最高だろ。しまった、調子に乗りすぎたか。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ、行くぞ。ここれまでか。務めを果たすことができぬとは。敵将討ち取った。まあ俺のおかげだな。そなたの働き、雲中随一よ。いいぞ、その調子だぜ。伝令、キレイ様が敗走しました。炎章軍との同盟は失敗です。もうどこからも助けは来ないってことか。それじゃ勝ち目なんかないだろう。劉備軍か、煩わしい連中だ。とっとと追い払ってしまえ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。味方であるチームを前にして無礼な奴らめ、誰かあやつらを打ち払え。あれよ、孫策か、いまいましい。即刻孫権のところに送ってやる。機を逃してはならぬ、攻め抜け。行くぜ、この戦もらった。敵を押し込むぞ、続け。守りは性に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。その調子だ。
の三国武装だ。おお、よくやってくれた。しびれるぜ、俺。最高だろ。負けるな、俺。そなたの働き、しびれるぜ、俺。宇宙随一よ。最速は敵にはもったいねえ。俺らがいただいちまおうぜ。この地の攻防は戦局を左右しうる。待ってるな、俺。そうだよ。気も止まってしまう。強いぞ、俺。よくやってくれた。しびれるぜ、俺。最高だろ。そなたの働き、宇宙随一よ。守りは性に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。しびれるぜ、俺。ありえぬ。このような無様を真が晒すなど。帝を称しながら哀れな姿よな。その程度の器では、しびれるぜ、俺。戦など収められない。最高だろ。撃ち取った。伝令、炎章が高層山を打ち破ったとのことです。わしが中原を制し、炎章は家屋を手中に収めた。いよいよ機は熟したといったところか。ついに炎章との決戦ということですね。兵の高で見れば炎章は我らを圧倒する。しかしお主らの再官はそれを凌駕しよう。巨匠に戻るぞ。決戦に向け万全の体制を整えるのだ。炎術は打った。いよいよ次は炎章との対戦か。そろそろ限界か。でもあと少しだけなら持ってくれるはず。その先、やはりあなたは。おや、怖い顔をしてどうしたのかな。少し疲れが出ただけだよ、学科殿。そんな言葉でごまかされてくれるあなたではないか。純一殿、あなたの考えはきっと正しい。でもこのことは秘密にしておいてくれるかな。短い時間だからこそ最後までやるべきことをやり抜きたい。私の願いを聞き届けてくれれば嬉しいのだけれど。わかりました。そう閣下殿が望むのなら。ありがとう。あなたならそう言ってくれると思ったよ。では手はず通り
酒に毒を。まずはそれ。仕損じた時は馬頭殿と劉備殿が夜陰に乗じて動く。今こそ帝の意を狩る逆賊に天誅を。当将めよ、ようやく尻尾を出したか。何やら騒がしいな。父よ、少しよろしいか。父の暗殺を企む者がいたので捕らえてきました。何だと。当初貴様。曹操よ、陛下の臣でありながら陛下を差し置き天下に号するとは、お主帝にでもなったつもりか。あるいはいずれ陛下になり変わるつもりか。お主のその傲慢、許してはおけぬのだ。わしは帝になるつもりなどない。帝の威徳は必要だが、それのみでは世は収まらぬ。黄巾党が、董卓がそれを示したであろう。故にわしは世に断りを敷くのだ。威徳と断り、この両輪をもって世を平らかにする。それがわしの進む道。お主に説いたとて分かるまい。だがわしの邪魔をするならば許しはせぬ。連れて行け。父よ、当初の計りごとには劉備も連なっていたようです。ですが劉備はすでに巨匠を脱し、己の本拠勝敗すらも捨てて逃げ出しているとか。小さい男だ。毛徳よ、やはり奴らは恩を仇で返したぞ。放っておけばいずれまたお前の災いとなろう。いえ、放っておいて問題ないかと。今劉備が逃げ込むとすれば袁紹のところ。彼らは捨て駒の確証として扱われるでしょう。袁紹との戦いの中で撃てればそれもよし、生き延びたとして寄って立つ地もないのです。もはや曹操殿の障害とはならないでしょう。夏侯惇と純育、どちらの言にも一理あるか。劉備を追うか、袁紹に備えるか、思案のしどころだ。